はい、決め手は1ミリ美眉メイクということで、たった1ミリの眉メイクで5キロのダイエットをするというね、メイクとダイエットはてなってなると思いますけどね、そこが今日ね、最終的にはダイエットだけではなく体型から自分の人生のスタイルまで変えてしまうというね、まず早速ですけども、メイクに関わるこの数字何か分かりますでしょうか。もうね、ものすごく完璧主義で、もうちっちゃいことにすごいこだわって、こだわることはいいんですけど、このバランスが取れないんですね。だから完璧主義であまりにも丁寧にしすぎてるので、一つのパーツにね、とらわれすぎて、そこで時間オーバーなんですね。目は口ほどに物を言うっていう、ね、言葉あります。でも目はって言いますけど、実は人は目を見ながらですね、こうやって目を見ながらね、眉との連動をして、ここだけを見てるんですよ。今のマスクメイクの時なんか特にここ見られてるんですね。まあ、今回はね、ダイエットというか小顔に見せるためのことに特化しているので、小顔にするということが本当にダイエットになりますからね。これ僕が10キロ痩せたんです。でこれもきっかけは、眉痩せたって言われた瞬間に自分に火がついたわけです。じゃあもっと頑張ろうってなるわけですね。上部をですね、できるだけ整えながら中に落とし込んで、眉頭の方にスッとこう影を入れて、この木の中に咲く花とか実というものを作る前に、この根っこの部分にエネルギーを注いであげないとすぐ枯れてしまうんですよね。人それぞれのやっぱり先ほど言った根っこの部分っていうのは経験値が皆さん違うので、考え方とか、まあなんていうか、職場も違えばメイクのレベルも違えばいろいろ違うわけです。だからやっぱどうしても個別でやってもらいたいという希望が多かったので、僕の講座っていうのは基本的には1対1の個別講座をしています。この1時間の時間というのは無駄にならないように、やはり何か心に響いたものをですね、ぜひね、行動に移してほしいと思います。これ僕大好きな言葉なんですけど、感じただけで終わってしまうとね、もったいないですね。まず一つ行動に移す。